営業所、所属車両柏しわら自動車営業所は、西日本鉄道のバス営業所の一つで、主に福岡市都心部と南区西部を結ぶ路線を担当する。営業所表記は柏。手狭となった長住営業所から移転し、桧原営業所柏しわら営業区として営業を開始したが、常盤数の増加に伴い営業所へ格上げされた。 福岡県福岡市南区柏原6丁目478番地ヒバル、柏原、長住地区と天神方面、大橋駅を野間経由で結ぶ路線。長尾、小笹、動物園天神、博多駅を結ぶ路線。柏原3丁目系統都1970年に造成された高台の住宅地を通る路線。柏原営業所ヒバル営業所間の改装バスを、 住宅地に乗り入れる形で営業化したものである。高齢化が進む住民からの要望に対して、福岡市が公共交通導入の検討を支援し、2014年4月1日より、北公園前、柏原3丁目のバス停を新設し試験運行を開始。2015年4月1日より、柏原3丁目から柏原営業所方面へ向かう、際に停車する。 フルノバス停を新設し、乗り継ぎの便利を図るとともに、公的支援のない本格運行を開始した。関係者の利用促進策により利用が定着したことや、バスともが形成され地域コミュニティの向上にも貢献したことなどが評価され、2017年に、柏原航空自治協議会、西鉄、福岡市の3社が地域公共交通有料団体として、 国土交通大臣表彰を受賞。片営業所の54番とともに54から1番の送り込みとして運行されている、急行百152番日バ営業所行き、柏原、ヒバ地区から日赤通り経由で、天神方面にへ運行する路線。ありがとうございます。